の真実ということで、ブルーロック第10話が放送されましたが、何このテンポの速さ。ブルーロックの面白いところはチーム Z 目線だけではなく、チーム V 目線も挟まれることで敵にも愛着がつくんですよね。今回は全体的に改変が多かったんで、原作とアニメそれぞれの良さを話していけたらなと思ってます。まず冒頭のクオンのセリフの中に、クオンがどんな手段でも勝ち抜くなど原作の後半のセリフが混ざってたんですが、これをすることで追い込まれるレオとの対比が分かりやすくなって、チーム関係なくそれぞれの人間が思いを持っていることが伝わります。それと同時にクオンが何かするんだろうなと期待させるんです。このレオを追い込むのがライチなんですが、体力によって接戦になるほど強いんですよね。レオは逆にサッカー経験が少ないのが弱点で、技術はあっても攻め方のレパートリーが少ないし、発想力があるわけでもないんです。だから表情に出てしまうんです。その表情がきっかけで生まれたのがナギの覚醒。ここ原作とアニメでは表現の仕方が全く違います。原作では実況が入っていて、その瞬間ナギ聖志郎は走り出していた。走り出した理由なんてナギ聖志郎自身にもわからなかったという感じで実況が続くんです。この良さは漫画でしか味わえないんで、ぜひこのシーンは見てほしいです。逆にアニメではそのセリフの代わりにナギの心情が声として表現されていて、ナギが本気を出したってのが声だけでも伝わるようになってるんです。ではナギがなぜ本気を出したのか。初めてのレオの苛立ち、背後に迫る敗北、想像を超えた進化をする敵、それを見て生まれてしまったんです。好奇心という名の衝動が。覚醒するのはチーム Z だけではないんです。この怪物も同じ。サッカーの面白さをついに知り、チーム Z は天才に眠る潜在能力を引き出してしまったんです。そしてナギの退屈な人生はこの瞬間に終わりを迎えます。これによりチーム Z は再び絶望。この時のイガグリのセリフがなるはやに変更されてました。あと1点取られたら負け確定。この時チームはディフェンスを考えます。しかしそれは NG 行為。ライチはそれに気づいていたんです。やりたくもないディフェンスをするのは次に進むため、全員がオフェンスだと勝てない。それは1試合目で学んだことですが、誰かが守らなければいけない。チームが攻めるために守っているんです。今のチーム Z に必要なのは1点も取られないことだけではない。その上で2点を取らなければいけない。しかも覚醒したナギ聖志郎を相手にたった14分で。潔はこんな中でも自分が決めたいというエゴを出し、ナギが覚醒したことで生まれたのが潔の未来に行く力。全ての連携攻撃を先読みし、空間認識能力を意識して使うことに成功しているんです。あとは自分で決めるだけ。それによりちぎりを生かし1点を取ることができたんですが、この時ちぎりはザルディフェンスと言ってて、チーム V の3人以外が雑魚すぎることが目立ってしまったんですが、よく考えればチーム V は全員チーム Z よりはるかに順位は上なんです。ここで2つのことが考えれます。1つはチーム Z が予想以上に急成長したこと、もう1つは運営が意図的に作ったデタラメな順位の可能性。エゴは嘘をついているのかもしれません。それにしても国神のシュートは毎回迫力があって、国神のパワーのこだわりを感じますね。そしてここからはチーム V のさらなる反撃。潔は未来を読み、ナギを止め時間を稼ごうとしますが、ナギ聖志郎は止まらない。背中でトラップするという異次元の発想。潔の未来に異次元などないんです。この怪物の発想にチーム Z の負けがほぼ確定し、サッカー人生はこれで終了。しかしここでついにクオンの話をします。描かれたのはクオンの過去。クオンは弱小校でしたが、全国優勝を目指す熱い男であり、味方は日本代表、いやワールドカップ優勝を目指す熱いチームだったんです。しかし味方はなぜかついてこない。クオンは違和感を感じるんです。そしてやる気のない味方に熱い思いを語るんですが、味方は嘘をついていたんです。日本代表、ワールドカップ優勝、これはただのノリ。クオンただ一人だけが本気だったんです。そして一人の男が発言したのは、無名の俺たちが地区大会ベスト8だぞ、もう十分っしょ、重いんだよクオン。クオンは過去に味方に裏切られていたんです。だからこそ人間不信になり、このブルーロックでも最初からチームのことなど信じていないんです。本気なのはどうせ自分だけ。しかもこんな弱小チームで勝てるわけがない。過去と同じ状況だったんです。なら裏切ってでも自分だけが勝てばいい。それなら何の心配も必要ない。先に裏切れば裏切られることもないんです。この過去とブルーロックの異常なシステムがクオンという裏切り者を生み出したんです。しかし裏切った自分の目の前には本気でトップを目指す熱い男たち。弱小が最強を打ち砕く可能性を秘め、どちらが勝つかわからない最も熱いサッカーが目の前にある。そう、この光景はクオン渡るが求めていたもの。クオンが欲しかったのはチームで熱くなる世界。ここでクオンの脳内には葛藤が起きるんです。このまま負けても勝っても勝ち上がるというサッカーの本質を置き去りにした偽装の勝ちに価値はあるのか。その時目の前に見えたのは、ナギ聖志郎が確実に点を決める瞬間、偽装の勝ちを手に入れる瞬間。その時クオンは動き出していた。このギリギリまで本気で迷っていたんです。何もしなきゃ生き残れる。しかしいざその瞬間が目の前に来ると、何もせずにはいられない。チーム Z が勝たなければ次に進めないという偽装の勝ちの瞬間をなくし、本当に大事なものを思い出したんです。そしてチーム Z に最後のチャンスを与えます。チーム V のフリーキックから始まり、命がけの攻防戦が繰り広げられ、前半では敵を応援していたクオンが本気で叫び味方を応援する。そして最後のチーム Z の反撃ってところで終わるんですよね。いやクオンがいいキャラしてるわマジで。裏切りということ自体はクズ行為かもしれないですけど、こういう過去や思いがあって裏切っていたからこそ熱い戦いに心が揺らぐという、正直感動できる話でマジで神回でした。この最後の反撃では決めきれなかったら負け。潔はどう動くのか、次回でおそらく決着となるでしょう。という感じで今回の
動画をおります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。